くをしちゃったんだけど、30分くらい話してしまったからちょっと今回は半分くらいにしてみようかなと思います。さあでは、あわり班とは何か。その前に突然始まってびっくりしておるものもあるやもしれぬから、まずは拙者の自己紹介をいたします。拙者徳川家康と服部半蔵、忍者隊カルマさんの凛にござるということで、ありがとな。我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は愛知県の観光 PR 隊にござって、平日にはここ名古屋城にておもてなし、土日祝日には忍者ショーをやっております。こたびは平日月曜日じゃから、こうやって忍者学校をやるということなんじゃけれどもな。さて、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は拠点が今申したようにここ名古屋城なんじゃけども、もう一つが中部国際空港セントレアにござる。もしかしたらな、使ったものもおるやもしれないんだけども、この中部国際空港セントレアは侍忍者空港と呼ばれておるということで、我らは毎月22日忍忍の日にここに出陣しておる。よかったら聞いていってな。ただこの見た目じゃと言語が通じるかどうかが定かでないんだけど、みんな聞こえ大丈夫？ミシはどこから来たんじゃ？そうか。Where are you from？ 台湾。ああ、台湾か。大丈夫かな。まあそういう感じで、22日空港に出陣しておるんじゃけれども、では拙者自身は何をやっておるかというと、平たく言えば忍者の研究をしております。鳥取藩にも忍者がおって、そこで忍者の研究をしておった。修士論文を書き終わったところで、来週高等諮問にもさる家にはここを突破いたせば修士論文も、まあ、提出し終わり、まあ、無事三重大学から取るんじゃけど、三重大学修了ということになるんじゃけども、拙者が書いた修士論文をこたび持ってきました。はい、こんな感じじゃさあこれが修士論文で、まあ、前回のいろいろ配って読んでもらったりしたんじゃけど、まあ、これが修士論文に押され、ちょっとのこう表なんかも入れつつ、だいたい A4 で400枚くらい400字詰めの原稿用紙が670枚くらいやったんじゃけれども、まあこんなのはもう過去の遺物じゃから置いといて、それでな、拙者この修士論文だけじゃなくって新聞の記事も少々書いておりまして、それもこたび持ってまいりました、こんな感じ。じゃーん、これは初めて見せる。あ、見える？よかったら見たい。回してもらって、まあ、そんな感じで、まあ、拙者は、まあ、研究者としてもこれから任務をやっていこうと思っておるんじゃけども、そしてこたび話すのがなんじゃということじゃけど、これ邪魔じゃな。ちょっとここに結んでおこう。結べないか。あ、じゃあ、あ、無理か。これ重いから、あ、無理か。いや、ええよ。じゃあちょっとこうする。いや、じゃあ置く。それでな、ちょっと次回からの課題ってことで。それでな、そうそう、まずここは終わりはんじゃったところなんだよ。で、拙者、あ、いやいいのかな。あ、見る？あ、見て、どうぞどうぞ適当に回してくださりますよ。で、ここは終わりはんじゃったところでな。で、拙者は忍者の研究をしておるんじゃけども、ここでいきなり鳥取藩の忍者の
意味わからんなと思って、まあ、終わり班についてこたびちっと、あ、いいよ、その他っとけばいいけども、スマッシュは終わり班についてやろうと思うんだけどな。で、これ結構な20枚くらいあるんじゃ。で、前回拙者学んだ、ちょっと真面目に話していっても皆が飽きる。でだからこたび拙者一つだけ言いたいと思ってやってきたから、それについてなんとなく15分くらいで話したら終わりにしようと思うけども、今何時よし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 21分あと10分9分よし、じゃあ話すぞ。終わり班とは何か。終わり班とは徳川家、終わり徳川家が代々支配したのが終わり班じゃ。で、審判ということじゃから、例えば徳川家康様の血筋が途絶えそうになった時、この終わり徳川家からよいしょーとして、まあそのものが将軍になるかもしれないというような、まあそういう意味合いで尾張徳川家というのは位置づいておったんじゃけれども、まあ実際この役割は尾張藩は果たさんかったというのが前提として、この尾張藩の藩主というのは代々、あとここ名古屋城見えないんじゃよあの名古屋城を支配しました見えないんだけど、まあそれは置いといて、で名古屋城を居城として尾張藩を支配していたのが徳川御三家の中の尾張徳川家なんじゃ。そして尾張藩の表石高は619,500石。これな、こうどのくらい大きいかと、これ結構すごい数字なんじゃな。今拙者が研究しておる鳥取藩の石高が32万石、だから2倍くらいあるわけ。だから本当に尾張藩というのはものすごい藩じゃったというのが一応わかるんだけど、なかなか比較する対象がないと難しいなと前回思った。そしてここ、もうここが拙者もうこたびのピークじゃから、もうここで終わるから拙者鳥取藩の勉学しとったじゃろ。で、鳥取藩の研究をするとき何からやったかというと、鳥取藩ってどんな藩じゃったんじゃろとなるわけ。そうすると例えば、じゃあさっき言ったように石高は32万石じゃなとか、徳川家との関係はどうじゃったんじゃとか、そういうことを調べる中で一番気になってくるの領地、どこが鳥取藩じゃったんじゃろうっていうのが気になったわけで、今もう現世ではからくり機ござるから、鳥取藩って検索すればもう画像検索ですぐ出てくる、鳥取藩、あ、ここなんじゃみたいな。それがな、尾張藩わからなかったんだ領土わからんくって、え、ちょっと待って、どういうことって思ったんじゃけど、これをこたびは説明いたしたい。だ、尾張藩な、わからないと言いつつ、はい、これが領地になっております。じゃから、まあ、わからなくはないと思うすか、ぬしらは見えない、よく見えないから、よかったら近くにまで来てくだされ。まあ、要はこれ色分けされとるんじゃな、藩がな。で、それはまあ別に、まあどうでも、まあどうでもよくはないぞ、どうでもええんだけど、これがどのように作られたかっていうのが問題なわけで、大体研究するときって資料っていうのがござって、昔の、要は近世江戸時代の人々が実際に書いたことを証拠にして、そして研究ではこのようなことが言え申すというのが普通なわけじゃな。だから近世のものがその記録を残していなければ、現世の我々はここはこういう風じゃったよみたいなことは基本的に言えないわけで、それが研究っていうものなんじゃけれども、これ大名テリトリーズオブジャパン in 1664、 まずこれを見つけるのにも結構苦労したんだけど、これは1664年に藩のこの勢力がどのようになっておったかというのを表す図なんじゃな。で、当然これは
なんじゃな。それが漢文印地と呼ばれる地よ。これは1664年に幕府が、まあ、各藩の大名たちに、あ、主の領土はここでとか、あ、主の領土はここでみたいなのを書いて書類にして全国に発給したと。つまり鳥取藩におる大名はそれを受け取って、あ、ここが自分の領土なんじゃっていう理解をして、そうするとスーッとこうさっき言ったように線が引けるということになるよな。なんじゃけど、実は尾張徳川家というのはそれが発給されていないんじゃ。そう、それは御三家じゃからっていうことがあるんだけど、まあ、どうやら発給されていない。そうすると研究者は絶望する。そうと思って、ちゃってそんな現世で検索したら鳥取藩の領地なんて一発で出てくるのに、え、尾張藩わからないのと思って、それで拙者はなんか人間なんか何にも裏打ちのないところで生きとるんじゃなって思うわけなんだけど、じゃあ気になるのはこれどうやって出したんっていうことじゃな。これ実は尾張藩はこの3つが尾張藩じゃないかっていうふうに考えられるんじゃけれども、これはおそらくこの表は引き算で出した。つまり他の藩は大体発給されたからそこでこう塗りつぶしていけるんじゃけど、でも残ったところはわからない。ただその消去法でじゃあここが尾張藩じゃなというふうにして出したのがこれじゃないかということになるわけなんじゃ。で、拙者が言いたかったのは、最近よく聞かれるんじゃな、拙者つぶやき機、ツイッターなるものもやっておって、そこでこう崩し字を書いたりして投稿しておるわけなんだけど、そこで例えばこれなんて読むんじゃとか、これってどういうことじゃとか、いろんなものに聞かれたりすることがござるんじゃけど、今聞いてもらって分かるように、その研究というのは一つの質問に対して一つの答えが出せるものではないんじゃ。で、それでも何とかしようとして消去法でようやくこういうのが出てくる。でも現世のものは結構やっぱり受験とかあるじゃろ、そういうのじゃと一問一答でこう疑問があったらそれに結びつく一つの答えがピンとあると思っておるものが多いんじゃけど、大学受験を頑張ったものじゃったらちょっとこうわっとびっくりするやもしれないんだけど、研究っていうと途端に分からないことが未知数になって、え、今拙者どこおるみたいな、そういう風になるわけな。だから拙者はこの尾張藩のことについて領地を調べて、それが分からないと知って、まあ、号泣したわけ。分からないんじゃと思って。でもよく考えると鳥取藩の時も拙者は号泣しておったなと、まあ、だから分からないものを分からないなりにどういうふうに理解していくかと、そこでこう間接的にじゃよな、ここがこう疑問があったらこうあるんじゃなくて、周りを消去法で他は分かるからここが明らかになるとか、まあ、そういうふうにやっていくのが研究じゃよっていうことが今日は言いたかったんじゃけれども、まあこれだと尾張藩は一体どんな藩じゃったのかというのがちょっとわからんかったと思うがこれは追って拙者はこう一元の客人には大変申し訳ないんだけど、次回からまた詳しくやるんだけど一応示しておくと、大室地域という資料がござる。これ大室は鳥の大室で、籠に中に記して大室中期。この大室中期は朝日文左衛門という武士が働いとったんじゃない、名古屋城に本丸とか天守とかそのお府とかで番をしておったんじゃな。でその任務についておったものが実際に長く時間をかけて書いた日記というのが
残っております。そしてこれ資料じゃから、そしたらこれ天気でこういうのを読んでいたわけなんだけど、くずし字って言うんだけどな、読める？いけそう、これとかいけそう、うん、そう、先祖、先祖新しい部屋で服部康元には以外平内大門元服部康元の末裔みたいなのが書いてあるんじゃけどもまあな、こういうのを読まなければならないと。無理じゃろこんな。じゃって先生何年かけて修士論文書いた、5年かけたんじゃけど話だから。じゃなくって、元禄お畳奉行の日記という書籍化がされております。そこにはこんなのないから、ちょっとあの気になるものはそれを買ってみてくれという感じなんじゃけれども、まあそんな風にして研究というのはやるんじゃな。でもう15分経ったよな、きっと終わりにしよう経ったな、12分いやまだある、まだ10枚あるんだけど、もう終わりにするから。もう前回それで痛い目見たから。そしたらもし忍者のことがもっと知りたいと思ったもの、これ三重大学の先生なんじゃなんか変な格好をしとるけど、一応大学の先生で拙者の指導教員なんだけども、拙者 YouTube なるもので凛ちゃん寝るというのをやっております。そこで例えば愛知県の史跡を巡っておったりとか、なんかそういう、やばい、ネタバレ、はい、そういうことをやっておるから、もし興味がござるものは、これあのな、ちゃんとな、寝るでスリープの方でやらないと出ないみたいじゃから、あのリンチャーとの乃木じゃなくて示すなんじゃけどちょっとややこしいんじゃけど、リンちゃん寝るで検索してもらえば、続報もあると思うゆえに、ちょっと、お願いいたしますということで、最後に、まあ、こたび拙者が言いたかったこと、研究っていうのはもう本当に曖昧なものじゃよっていう、そこをこう暗中模索で進んでいくんだよっていうことがまず言えてよかったというのと、あともう一つ、チャンネル登録よろしくお願いいたしますということで、こたびはおしまい。以上。じゃあ何か質問あったら聞いてくだされ、何でもええよ、答えられることじゃったら何でもええよ、なかったらもう別に解散するから、それはそれで大丈夫じゃじゃあ片付けるなーいやー全然余談なんだけど、でしゃーこれ第1回目が前回あって、でいろいろあのもうちょっと客人おったわけ、正月の1月5日とかじゃったから、で緊張しすぎて、その緊張が今22日じゃろ、15日間くらい解けなくてずっとできなかったんじゃけど、もうこたびようやくできて、もう私は満足しておる。まああの多分細かいこと言ってもどうせななんか分からんしと思って、ちょっとなんかなんて言うんじゃろ、研究とは何かみたいな、なだからそういうのをまあみんなに伝えられればええかなと思ったんだけど、でも次回は例え班のことをやりたいなと思っておって、あの修論発表会というのが来月の29日にあるじゃん。だからそれに向けて今資料を作る、あそういえば拙者の新聞の記事って回収、ああそうありがとうございます。そうそう、だからちょっとそれに向けて今作っとって、まあどうしてもこの熱いやつじゃと、なんか何が何だかわからんと思うからな。これが一体何なのかというのを説明するパワーポイントなるものをまた作って。みたいな感じにしようと思っておって。大丈夫？なんか聞きたいことがある。こたびは前回は元禄お畳奉行の日記を持ってきとったんだけど、こたびは完全に忘れたから、ちょっとお見せすることができないんだけども、まあそんな感じで我らあの他藩一
異国ともか、まあ、他の国にも行くことがござるで、よいしょ、あー緊張したそのやめ時がまだわからない。写真撮影されてます。これがあったのね。はい。